社会学や哲学思想系の先生の小難しい話を聞くのが好きですただその先生方のお話を聞いていると決まって横文字を使っています教科書のことをテクストと言ったり持続のことをサステナブルと言ったりなぜ教科書や持続と言わず横文字を使うのでしょうか <laughs> 僕はそういう横文字をかっこいいからという理由で使いたいのですが。きっとその先生方はそういう理由じゃないと思います。日本語である言葉なのに、わざわざ横文字を使う理由を教えてください。まあ、知ってるくせに聞いてるんだろ <laughs> そんなもうかっこいいからに決まってんじゃん <laughs>。あのさ、社会学とかさ哲学思想ってさ、正解がないんだよ。で、正解がないから。 話してる時って誰かが言った言葉を引用するしかない悲しい学問なんだよ悲しい学問であるがゆえにっていうところがあるんだけどまあこれ聞きたいんだったらさ東宏樹に聞けよっていうのが俺が俺本音なんだけども <laughs> ただねまあ俺が今言ったのは本音風に聞こえる本音風味のなんか理由の半分だなもう半分は、うん、テクストとかサステナブルっていうときには理由があのなんだろうな理由があるんだそれは何かっていうと。 ただ単に教科書という意味で使いたいんではなくてこのジャンルでは定説になっていることだけれどもこれは現代で研究されている皆さんは知ってますねでも一般常識ではありませんねという時にテクストって言うんだで次に単なる持続ではなくて、えー、っと社会学的な持続行動つまり新しく入ってきた人や新しく生まれた人がその社会制度を維持しながら 続けけてていけるっているるるとうことがある程度実証されてるもしくはいろんな方面の学者が何だろう検討した上で OK を出しているという時は「サステナブル」っていう言葉を使うというふうにこのカタカナ表現でいうときには私たちの業界で約束事っていうのを一応クリアしてますよいわゆる理系で言うとさ一応学会で揉まれたことに対して、えー、一応これ提出にしておきます。ただまだまま証明はされてませんっていうようよな カッコ付きで喋るんだよね。こういうカッコ付きで喋る英語ではこういうふうにやるじゃん。つまり、それは私は知ってるけどもとか、あのまあそれは日本人にとって常識なんだけども、アメリカ人とかがあのなんか英語でこういうふうにしたり、シンプソンでこういうふうにやってるの見たことないかな。これはコーテーションマーク、いわゆる鍵ギカッコでつないでるって意味なんだ。閉じてるって意味なんだ。つまりここの部分はちょっと疑問があるけれども、私はこの言葉を使ってますよ。もしくはあえてこの言葉を使ってますよという。 なんだろう、うん、ノンバーバル表現っていうのかな言語でない表現で俺が今ノンバーバル表現っていう言葉を使ったのもいわゆるカタカナ言葉を使ったことこれもう何かっていうと言語でない表現っていうとより先にノンバーバル表現って言った方が この用語で一応社会学とか言語学の世界では通用してるので皆さんこの機会にお勉強してちょっていうニュアンスをちょっと込めてるわけだこれらのニュアンスがサステナブルやテクストになると思ってくださいよろしくお願いします <laughs> 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく